こんばんは、かわいい、ありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばんはでございます。浜子さん、こんばんは。こんばんは。なおさん、こんばんは。皆さん、私お腹が空きましたね。さっきさ、私ご飯食べたのね。さっき帰ってきてご飯食べたんだけど、やっぱお腹空いちゃうよね。さっきまでさ、めっちゃお腹いっぱいとか思ってたんだけど、秒でお腹空いた。シャイニングフィンカーさん、こんばんは。こんばんは。そう、食べたのに、食べたのにお腹空くの、マジやばいよね。お腹空いちゃう。アイスレモンさん呼んだって、今日も呼んだ。しんいちさん、こんばんは。みみさん、こんばんは。アイリスさん、こんばんは。ミンティア食べと、食べとこ、お腹すくから。こんばんは。動いてるからなんてね。さようでございます。カップの大盛りカレーうどん食べ終わりました。ずるい。もう私もお腹すいた。私もうどん食べたい。ぼちぼちさよなら。え、本当にええだよ。今日もかわいい、えらい、ありがとう。もうお腹すいた。プロフィールに頑張れって書いてありますが、そう、頑張ってます。そう、ダイエット、ダイエットしてるの。ぬぬすくさん、こんばんは。さとさん、こんばんは。今日もひーちゃんが見れたので一日無事、無事、無事、そう、ありがとう。お腹空いてるひーちゃんに悪いけど、今から晩ご飯です。いいな。いや、私さっき食べたんだよ。さっき食べたんですけど、すぐお腹空いちゃう。ちょっといつもよりかは少なかったので、ご飯。お腹空いて、お腹空いて仕方ない。さっきね、さっきあの味噌汁を作りまして、なめこの味噌汁作って2杯ぐらい大量に飲んだんだけど、お腹空いた。うん、お話し会決済完了したよって、ありがとうございます。しんいちさん、ありがとうございます。ユニーさん、お疲れ様。お疲れ様です。今いっぱい食べとるけん一緒に食おう。いいな、私も一緒に食べたい。サラダチキン食べよう。あ、サラダチキン買えばよかった。またくしゃみ、くしゃみ。あ、止めた。サラダチキンね、いや、さっきあのコンビニのあのなんかね、美味しいあのタンパク質が取れるご飯じゃなくて、なんだっけ、パンになんかサラダチキンみたいな入ってるパンみたいなやつを食べて、お味噌汁食べたんだけど、それでもお腹が空いちゃって、マジで。ひーちゃんに響きに昼のランチツイートしてみるかも。あ、してみて、してみて。くしゃみ丸三日。いや、くしゃみ出るかなと思ったらさ、出なかった。止めた、ちゃんと。ひょんちゃんさん、こんばんは。止めんでや、止めるわ。今夜は自炊でちゃんぽん作って食べた。いいな、ちゃんぽん。もう麺類だけはちょっとやめてます。うん、やばい。花ピーさん、こんばんは。こんばんは。え、マジで今日は絶対これ以上起きてたら私ご飯食べちゃうのね。何かしらく食べちゃうから、ゆで卵食べようかな。ゆで卵食べようかな。バナナ食べようかな。お腹すいた、やばい。みんなお腹すいたよ。いや、ご飯の話してたらやっぱお腹すいちゃうね。やばっち。うん、瀬戸の誠一さん、こんばんは。はじめましてって、はじめましてじゃないよ。こんばんは。関山さん、かわいいってありがとう。麺類はラーメンが一番になると。麺類、どういうこと、どういうこと。麺類の中でナンバーワンってこと。
麺類、麺類の中ではうどんとラーメンがね、結構こんな感じでめっちゃ好きなんだよね。七西さんこんばんは。浜子さん、お星様ありがとうございます。ありがとうございます。はぁ、どうしよっかな。浜子さん、だるま、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、いやマジでなんかさ、本当にさ、ダイエットって難しいと思わない？みんな一緒に誰かダイエットしよう。ガチやばちいんだよね。しゅんちゃんさ、ハートありがとうございます。思いますってね、思うよね。難しい。ちゃんぽん、サラうどん、ん？ちゃんぽん、サラうどん、やべれる。あ、でもちゃんぽんも、ちゃんぽん、ちゃんぽんもダメだ。ちゃんぽんも結構好きで、上位ぐらいに好きだから、迷う、迷っちゃう、それはやばいね。28日お話し会も参加します。おー、嬉しい、ありがとうございます。13日は迷ってます。全員だから緊張する。おいでおいで。13日、もう明後日ですね。楽しみ、楽しみだよ。私は、まこさん、だるま、ありがとうございます。ごぼう天うどんは九州でしか見ない。食べて、あ、ごぼう天うどん、ごぼう天うどんは九州でしか見ないの？あ、そうなの？美味しいよね、ごぼう天うどん。私はね、なんだっけ、福岡のね、わ、名前忘れちゃった。福岡の時によく食べてたうどん屋さんがあって、すけさんうどん、すけさんうどんっていう、福岡に、福岡以外のもあるんだけど、すけさんうどんっていううどん屋さんがすごい美味しかった。ひーちゃんこんばんぬーん。で、ミシェルさんこんばんは、こんばんは、こんばんは。そう、すけさん、そう、すけさんです。みんな知ってる？すけさんって全国チェーン店なの？ミシェルさん、ハートありがとうございます。まこさん、だるま、ありがとうございます。広島でもごぼてんあるよ。あ、あるんだ、ごぼてんあるのね。ごぼてん美味しいよね、マジで。美味しすぎて、もうダメだよ。待って、みんなそのご飯の話したらダメ、マジで。お腹空いてきた。ゆういちさんこんばんは、こんばんは。今度岡山にすけさんうどんできるやん。そうなの？へえ、そうなんだ。すけさんうどん食べたいな、久々に。巻きのうどん派、巻きのうどん私食べたことないんだよね。遊ぼにあったんだけど食べたことなくて。全員だと響きちゃん以外も誰か見つかるかな。あー、それだったらちょっとやだ。ちょっとやだ。るいちゃんさん、ハートありがとうございます。ん、るいちゃんさんじゃないな、これみりちゃんさん、みりちゃんさんになった。まこさん、ハートありがとうございます。みにちゃんさん、ハート100個ありがとうございます。ありがとうございます。模範解答ありがとう。模範解答ありがとう。そう、私以外見つかったらちょっと悲しいので、それもそれですね、ちょこっとね。しおりさん、お星さまありがとうございます。ありがとうございます。いやー、浜子さん、小判、小判、それ小判ありがとうございます。さっきゆうなんに圧をかけられました、かけられました。ん、食べ物の話する日に限って電波良好、え、良い感じ。あのね、多分 Wi-Fi をちょこっとなんかこう何個かあるじゃん、こうつなげる Wi-Fi が、そのもう一個の方にしたら良くなった。こんばんひーちゃん、こうやって、こんばんは森健銀河さん、アンリタンさん、こんばんは、はじめまして、初見ですって、こんばんは、来てくれてありがとうございます。
うどんトッピングベスト3。ベスト3、私第1位はカレーうどんで、で第2位は肉うどんで、第3位はなんだろう、なんだろう、なんだろう、わかんない。私カレーうどんか肉うどんかきつねうどんかな。カレーうどん1位で2位が肉うどんで、3位が多分きつねうどんかな。誰かに釣られるので先に言っとこう、ごめんなさいね。絶対やだ絶対やだ。モニケン銀河さん、バラありがとうございます。お花かな。栃木のスーさん、ひーちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。浜子さん、だるまありがとうございます。それトッピングか。トッピングだよ、カレーもトッピングカレーうどんいいねって。そう、カレーうどん大好きなの本当に。お話し会の決算13日土曜までですよ。皆さん決算忘れないでくださいね。きつねうどんきつねうどんじゃなくてきつねうろんになってんのね。決算しないとお話できませんよって、みんな忘れないでね。浜子さん、ハートありがとうございます。キャラ兄さんの請求がえらいことに。何、キャラ兄さんの。マサヤさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。いやー、こんばんはでございます。ます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 、ずっと安定のアップ配信良きです。アップ配信近すぎじゃね、これはこれはあんまりにも近すぎたよ。こんばんは。決算先がキャラーニ、キャラーニ、キャラーニです。キャラーニだよね、あれ。今日やっぱ私配信、今日電波いいのかな。ね、そう、キャラに浜子さん、お花ありがとうございます。お姉ちゃんのお友持ち弟子お姉ちゃんのお友持ち弟子。こんばんは。こんばんはオーニオさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございます。浜子さん、だるまありがとうございます。キャラアニ、キャラアニ、あー、そういうこと。あのキャラアニサイトからってこと。3期生を変えすぎ待ち。そうなの。福山までお腹話しに行こうかな。おいで福山まで、おいで、来てください。マジで近すぎ、グッドです。近すぎ、やい、近いでしょ。今夜は大丈夫そう。そう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 、今夜はあの配信の電波は良さそうですよ。姉ちゃんのお友達です。こんばんは。こんばんちー。和田ちんさん、こんばんは。こんばんは。話し会のことも勉強しましょうね。そう、話し会のことを勉強しようねしようねって私だな。そうです、私はですね、オンライン話し会がね5月27と5月28と6月11と7月17日にあのオンライン話し会あるから、皆さんぜひ来てくださいね。直接お話しできるのは6月24日ありますので。毎日アイドルでテラオップ出た。そう、31日目ですよ。皆さんこんばんは。ひーちゃん、こんばんは。ともあきさん、こんばんは。最近どない。
最近は、最近はいつもと変わらないよいつもと変わらないよ。大変そうね。そうでもないよ、全然。ミシェルさん、大阪投げすぎた。大阪6月24日ですかね。え、みんなに会いに来てくれるの？福山のグループお話し会、もしひーちゃんが2部だったら急いでお話し会に行かないと新幹線間に合わない。え、そうなの？私福山、私福山2部だよね。あれ、あ、そういうこと。あ、私ま、うん、福山まだ発表されてないのか私、うん、ってことだっけ。なんかさ、私もさまだ理解ができてなくて、あれの、そういうこと。なんかあの、ちょっとわかんない、難しいんだよね。なまはげさんこんばんは、健一さんこんばんは、まゆゆ神吉さんこんばんは。若いね、若い子は若いかな。当選よ、あ、当選だよね。1か2か決め、あ、そういうことか。どこに書いてあるん？あのね、 STU のあのあれにも書いてあるし、私のあのん、違うね、 STU のあのホームページかなんかに書いてあります。当日発表って書いてあった。ねえ、じゃあ私一部がいいな。会いたい、なほさんに。福山は当日ステージでレーン決まる3期生。え、そうだよね。わあ、もうドキドキするんだけど。ベンラ？ペンライトじゃなくて、しました、ひーちゃん決まった。ペンライトの色、ペンライトの色だったらね、あのまだ決まってないけど、黄色は絶対に入れる。ワイは土曜しか、あ、土曜、土曜来てくれる。ケクさん、ケクさんこんばんは。でも全力で話しに行きます。全力で来てなほさん来てください、絶対に。当選だからどの先輩のレーンに一緒に話すのはまだわからないね。でもさ、そのさ、先輩と一緒なわけじゃん。なんかあれだよね、緊張しちゃうよね、めちゃめちゃ。イリさん、花束ありがとうございます、ありがとうございます。ご飯食べたんか、風呂は入ったんか。ご飯は食べました、まだ風呂は入っておりません。STU48 サイトでググった、出ているね。 STU48、 あの STU サイはあのなんだっけ、 YouTube で見れるので皆さん見てくださいね。無料で見れますよ。初仕事ではないけど、あの6周年の時にご一緒したので、先輩方とは。ひろしさんこんばんは。ゆうな、薄い、薄いピンクと白いになるらしいで。あ、なんか言ってて、出たと思います。薄いピンクと白い、いいな、かわいい。白いピンク、白い、薄いピンクと白ってかわいいよね。私は黄色と何になるかな。私は3期生とお話ししたい、本当嬉しい、ありがとうございます。3期生とお話ししてください、私とお話ししてくださいぜひ。希望は誰とかな。希望、希望はないよ、全然希望はないです。もう誰と一緒になっても嬉しいでございますよ。2世も、2世もお母さん、
先輩と一緒になる可能性、一緒になる可能性あるの私。あるかな。一応は仕事やけん YouTube でぜひ見てください。日曜日、日曜日あるもんね、配信が無料で皆さんあの配信 STU48 さん見れるので見てくださいね。ともあきさん50ひーちゃん完了ありがとうございます。ゆゆゆさん頑張ってくださいってありがとうございます。ありがとう。ちとさんハートありがとうございます。じゃかじゃかたたたたたんたるたたるたるたる。うんうん、セリさんと同じレーンだったら長崎込み、あ、そうなるね。イエーイ。響きヤッホーって行くね。響きヤッホーって来てね。楽しみ、マジで緊張しちゃうわ。ちとさんハートありがとうございます。しんいちさんだるまありがとうございます。帝国さんこんばんは、こんばんは。ちとさんハートありがとうございます。ありがとうございます。なんかまた今日も髪の毛ボッサーだよね。ちょっとハートありがとうございます。あ、みやっちこんばんは、みやっちこんばんは。遊びに来たよ、こんばんはでございます。ちとさんハートありがとうございます。ありがとうございます。お前が見ないさん、いつか行きたいなって。絶対来て、絶対に来てください、お願いします。愛する愛するわしの響き、わしの響き二代目っていうかいいよ、二代目って言ってくれて。ズーミーさんこんばんは。もう名札、名札作ったよ名札作ったの。え、なほさんっていう名札作った、作った作った。明日が仕事頑張ったらひーちゃんに会える。え、そうだよそうだよ、明日頑張れば来れる方は私に会えます私に会えても嬉しいのかな、ね、なんか不思議な気分になります。え、明日は、明日はグループお話し会なんだっけ。今日で、ん、今日でひーちゃんとオンライン話し会丸1ヶ月前。え、あ、そっか、今日11日だもんね。みやっち6月11日にね撮ってくれてるって言ってたじゃんね。ありがとう。すげえ緊張します。いや緊張しないよ。ワインはもう名札いらんやど。いやいるかもしれないよ。一応名札つけてきてね自分も名札作った。みんなありがとう、マジありがとうございます。ちとさんだるまありがとうございます。ひーちゃんの画像付きでなほって入れて、わー嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、すぐ気づくわそれは。ありがとうございます、楽しみにしてますね、マジありがとう。名札つけてくねって、みんな名札つけてきてありがとう、ありがとうございます。楽しみにしております、マジで。わー緊張してきたな、なんかわー実感がない。ちとさんだるまありがとうございます。まさやさんいいねって、いつもコメントでは遊んでるけどな、私はこう見えてガラスのハートの豆腐メンタルじゃけん。マジ本当に絶対嘘でしょ。みやっち話し会でお顔見れたらそれでよきですわ。 お話し会ね、嬉しい、みんなわざわざ来てくれるなんて。え、本当に私に会えるの嬉しいですかみんな本間や、ほんまかい。いやマジでなんかさ、なんだろう、わざわざ私ごときに会いに来てくれる方がいるなんてもう幸せでございますよ、マジで。ってことで少し姫ドローンしますえいってらっしゃーい。いやひーちゃんに会えるためにどんな仕事も乗り切ってるもんよ。いいじゃん、幸せもんだな、幸せもん。みやっち幸せもんになった、ありがとう。
名札見てこんにちはって挨拶と終わるかも、時間がなくて、そう終わら、そうならないように頑張りたい。こんにちはだけじゃねえ、せっかく来てくれたのにさ、それはちょっとやだ。ちゃんとおしゃべりしたいよね。多分顔見たら話せれなくなりそうな予感。話せる話せる話せるの結構嬉しい。本当勝った。いや本命は別の子です。ねえなんでえなんで私じゃない。カナピエン名乗るのも迷っているのに名札つける人尊敬します。いや名札つけてきて絶対。マジでピーナッツさん、ピーナッツですって書いてくださいマジで。ひーちゃんは幸せ者だな、恵まれてるな。ひーさん、あの恵まれておりますよ。タレパンさん、めめ響きってこんばんは。浜田響きだけどね。会場から電車乗って15分くらいで近い。あ、近いんだ。いやでも15分でもかけてきてくれるなんてもうありがたいよ。響きより話したことない先輩メンバーに緊張するあ、先輩の方とおしゃべりしたことない。そっか、フラペチーノさんもうあの時喋ったようなもんだよね。 NNB の月さんからやってきた。あ、やってきた、来てくれてありがとう。タレパンさん、今日もすっぴんかい。今日もすっぴんです。私はほぼ毎日すっぴんでおります。今日だけでリエちゃん、かすみ、ひーたんからのひーちゃん、お、結構お散歩してきてるじゃん。少しだけ健康のためにショールームお散歩してきます。いってら。すっぴんはりさことひびきだけ認めてる。あ、そうなの。すっぴんです、完璧に。ウェイ、ありがとう、ありがとうございます。だからあの直接会うときはしっかりお化粧していきますね。もうお顔もこうやってシュッてしたい、シュッて。すっごいね、顔にお肉ついてて、顔のお肉がすごいあの落ちません。ウェイウェイこんばんはって。だからね、今何時ですか。11時8分です、ございますよ。やっぱお腹すいたからゆで卵かバナナ食べようかな。どっちがいいと思う。すっぴんでリアル話し会とかしてほしい。絶対しないよ絶対しないよ。この後食べなきゃ大丈夫だよ。え、この後食べそう、食べそうだから、食べるなら、食べるならバナナかゆで卵を食べようって思ってるんだけど、でもこのあと急いでお風呂に入ってもうベッドにドボーンしてして寝ようかな、どうしようかなっていう。さこ、チョコ買ったらしい。チョコ買ったらしい。いいな、チョコ、私も食べたい。チョコ、チョコはいいんだよ、1個ぐらいだったら。お化粧したら緊張するけんそのままで。なんでこう化粧したら緊張するん。緊張しないしない、そのまま。お風呂入らなくても好きだよ。何、お風呂入らなくても好きだよってやば、食べたらあかん、食べたらあかん、うん、やだ、食べたい食べたすぎる。いやマジで、いびきピノ食べてたやん。でピノ食べたのはもうめっちゃ前じゃん。いや最近は食べてないですよ、食べてないでございます。しっかり我慢させていただいております。はい、頑張りますひびきもまさか風呂入ってないとか、今日入ってない、今日入ってないので、この配信が終わったらお風呂に入りたいと思います。お風呂に入って、うん、あの急いで寝たらご飯食べないで済むので、はい、うん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 、最近さ朝結構早く起きるんですよね。でも今日はねゆっくり寝てた。ひろしさんハートありがとうございます、ありがとうございます。
ピノで罪悪感感じることではない。ピノはさ、なんかまだいいって思っちゃうよね。どう？ひろしさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。お腹すいて起きる、お腹すいて起きるときある。めっちゃお腹すいちゃうんだよね、私。本当にお腹すいて、お腹すいたってなっちゃう。ひろしさん、ハート100個ありがとうございます。受け取って、受け取ります。ありがとうございます。いやマジでお腹すいちゃうんですよね、浜田。なんか本当に満腹食べないと私気が済まない人で、まあ、だから太っちゃうんだよねって感じなんですけど。ちとさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。そうだけど、まあ頑張ります。エビキはナイキ好きなんです。イエーイ、好きですよ。でもナイキはこれぐらい、これともう一個しか持ってないけどね。ちとさん、ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。そう、早起きの日は朝配信もお願いします。朝配信ね、朝配信もありだね。でも早起きって言っても、まあ早起きしても9時とか8時にしか配信しないんですけどこんばんは、ひーくんさん、こんばんは。ちとさん、ハート100個ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そうなんですよ。はまこさん、ハートありがとうございます。そうだから、りさこが3期みんな可愛いからって言ってた。あ、そうなの。いや本当にね、3期みんな可愛いのですよ。本当に可愛いからね、みんな。びっくりしちゃう。可愛くて、あの、見とれちゃう今日も可愛いなと思いながら見ておりました、みんなを。あちっちさん、こんばんは、こんばんは。本当に可愛くて仕方ない、マジで。あの中学生組はね、本当にね、可愛くて可愛くて仕方ないよ。なんか本当にわあ可愛いってなる、可愛いって。可愛くて仕方ないのでございますよ、あの子らは。りさこを配信でいちごに告白して、え、いちごに、いちごに告白してたの、どういうこと、やば。じゃあひーちゃん、可愛い子探してきますわ。そんなんやめて、悲しいじゃん。ひーちゃん、定型文変えない。定型文の変え方わからない。なんかね、探したんだけど全然どこにあるかわかんなくって。定型文ってどこにあるの。え、定型文変え方わかんない、これ。あ、全然わかんない、この定型文ってどうやって変えんの。 POM さん、こんばんは。浜子さん、ハートありがとうございます。ネヌビーで言う、あーあーみーあーやん、どういうことみたいな感じやな。どういう感じなんそれは。浜子さん、ハート100個ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やばい、なんか今日なんかいつもに増してちょっと自分ちょっとやばいね。ちょっとなんか髪の毛ボサボサすぎて、ちょっとやばかった、思ったより。定型文にミミキー抱いてたら笑う定型文ってどうやって変えるの、知ってる人いない。どうやって変えるんだろう、全くわかんないんだけど、どうやって変えるん、これ。無理だよね、どうやって変えるかわかんないんだよね。トゥトゥトゥ、え、なになにこれ。モリシーさん、ハローってハロー。顔と名前覚えてもらえるまで頑張りますね。覚えますよ、しっかりと。フラペチーノさんってまた書いててね。マジ、あの、名札してくれてたら多分めっちゃ覚えれるから、お願いします。ネネビキューキ、漢字読めない。
11コンビみんなか、あそういうことね、はいはいはい、中学生コンビってことか。そう中学生コンビ本当に可愛いんだよね。本当に中学生コンビはもう年がめっちゃ離れてるからさね。浜子さんだるまありがとうございます。大サクサクサクさん、はじめまして、はじめまして。 ST48 の、3期研究生浜田響と申します。翔さん、お花ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。お披露目の時、配信と TikTok は別に、最初に注目してた子は山口のサッチーと中崎のひーちゃんだよ。え、私も注目していていただいてたんですか。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。台湾いのりさん、ありがとうございます。私はあの注目なんてしていただきまして、ありがとう。幸せハピネス、嬉しいでございますよ。私はよかった、配信ありがとう。りさこから、んタレは何してくれって言われてる。タレって呼ばれてる、え、タレパンさんタレって呼ばれてんの、ウケるんだけど。タレパンさんじゃなくてタレなんだ、おもろ。何敬礼、敬礼してくれって言われてる、これか。ひーちゃんの頭はリアチュー、なんリアチューっすもんね。でまた欲しいなって何言ってるか分かんなくなっちゃう。星野まさきさん、ひーちゃんやっほーって、やっほーやっほー。響のことオーディション自体から知りたかったね、ぜひ知っていただきたかった。でも今知ってくださってるからもう全然いいよ。タレパンさん、あめめ響とか言ってくるけど。イリさん、お花ありがとうございます、ありがとうございます。出航のポーズイメージらしい、確かに出航のポーズ。僕らは水浮だ夢見るルー。声出なかった。ものたち大切なその願いに力を合わせよう、コンパスの針なんかに針。北沢いちごちゃん、いちごさん、ショールームの坊主を披露する、え、坊主？坊主？え、坊主披露してんの？え？あ、パフィンさん、あ、髪型めちゃめちゃ可愛いって、ありがとうありがとう。髪型めっちゃぼっ、なんかもうやばいけどね、ボッサボサだけど。オーディション時代から何も変わらない子、あ、変わってないかもしれない。オーディションの時からこんな感じです。パフィンさん可愛い、ありがとう、可愛い、いい声、幸せありがとう、幸せハピネス、ありがとうございます。浜子さん、たこ焼きありがとう、たこたこたこありがとうございます。確かによう見たら髪型ワイルドやった、髪型ワイルドやった、髪型やばいかも、やばいね。ちとさん、アイスありがとう、アイス今、アイス今食べたくなるじゃん、ありがとうございます。今ナイキの服が合ってる、合ってる、スポーツしてそうでしょ。いさこ配信でコメントに、ん、敬礼の思いつけてるかららしい。あ、そうなの、敬礼の絵文字使っ、あれしてるんだ、バスケしてそう、マジ私バスケしたかったんだよね、バスケしたかった、バスケしたかったけどできなかった。なんかひーちゃんシュッとした、マジシュッとした、全然してない、全然痩せてないよ、全然痩せてないけどシュッとしたように見える、うれみょ。リフティング100回できそう、リフティング100回できないよ、1回もできないかもしんない。ガシアさんまさん、こうフォローしましたって、フォローしてくれたの、ありがとう、ありがとう。浜子さん、あ、お花ありがとうございます。響を配信初めて見たの、カナウと一緒にしてた時やからな、
カノーのゴーレム話が盛り上がった。確かにカノーとさ2人で配信してた時にさ、タレパンさんめんめん響きじゃんみたいな感じでさ言ってたよね。そういえばどうだった、それからか。来てくれてありがとうね、タレパンさん。スポーツできそうだけどな。スポーツできないこともないよ多分。めっちゃできるわけじゃないけど、スポーツできそうでしょ、よく言われるお披露目見てソロの歌声聞きたいと思いました。カラオケ配信お願いします。いいですよカラオケ配信ボートレーサーっぽい、ボートレーサーっぽい、マジ。それは初めて言われたかもしんない。え、カラオケ配信、カラオケ配信する、カラオケ配信さ してでも何の歌歌うってなるんだけど、あいちゃん。少女たちよもうすぐ夜明けが来る、夢の未来はこれから始まる。ひーちゃん歌うまいからなって。ひーちゃん、歌うまくないから。後ろ、えちなみに雨や響きって誰のことかわかる、あのドラマの方でしょ。やったーって。ねえポニーって可愛すぎん。あー、ありがとう。ポニーって可愛い、ありがとうございます。僕はこの海を舐めてみいる、聞きたい。わー、いいね、歌いたいな。あさきちゃんありがとう。しょうさん花束ありがとうございます。え、僕はこの海を眺めている、え、全部歌えるかな。こないださなんか微妙だったんだよね。歌えるなら歌いたいけどね。僕はうん、え、歌えるかな。え、じゃあ、え、どうしよう。僕はこの海を眺めている、録画してます、録画してます。瀬戸内の声、瀬戸内の声もいいね。あー、めめ響きしてたん、ね、だってタレパンさん教えてくれたじゃん。人生は、人生はあと何回この海を眺めるだろう。わ、どう、え、どうしようかな。一番好きな曲、一番好きな曲なの、それが。人生は、うんうん、人生は、うんうんうん、眺めるだろう。え、それあれ、この僕はこの海を眺めているだろうじゃなくて、はうんうん、ああ歌詞か、歌詞か。人生はあと何回か、どうしよう、カラオケで練習しよう。まあどうしよう、僕人間関係どうしよう。え、迷う迷う迷う。こんばんは皆さん、リシュさんこんばんは、もっと楽しいさーさんこんばんは。一番好きな曲、私もめっちゃ好きです、これ一番好きなんだよね、けど結構難しいんだよねっていう話なんだよねね、どうしよう。18番は僕らのユリカ、僕らのユリカ好き。私94点取った、マジ？待って、94点取ったとか言われたら私歌えないんだけど待って、え、どうしよう、え、どうしようどうしよう、え、待って、ちょっと水飲ませてえ、待って、94点とか言われたらちょっと私絶対無理なんだけど、え、スティールの曲なら、花は誰のものになります。花は誰のものもいいもんね、マジで最高に好
敵でございます。グッチーさん、だるまありがとうございます。え、待って、瀬戸内の声か、僕はこの海を眺めている、どっちか歌おうかな。わらたピーポル93点出した、すごっ、すごくね。うまく歌えなかったら一番だけど、待って、 OK、 じゃあ一旦歌ってみるね。みんな、あの、下手くそとか言わないでね、マジで優しく優しく聞いてください、マジで。これは本当に難しいから、ちょっとごめんね。94点とかマジ無理だけど、一番だけど、けどちむだったら、まあ、それもありだね。ちょっと気分であれしようかな。サングラスデイズの絵を思いつぬサングラス真剣に見てるねって、やー、真剣に見ないで。なら選択肢に出てない息をする心で、あー、ありかもね。一旦じゃあ僕はこの海を眺めているを歌いたいと思います。で、途中で無理そうだったらやめるから、審査員の顔で見ますねえ。福山、気をつけていってらっしゃい。ありがとう、翔さん。気をつけていってきます。歌えるかな？人間関、人間関、ここ難しいんだよね、最初の入り。人間、はい。うん。人間、人間関係が不利のものじゃなくて。一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない冬の浜も僕は寂しくなかった。街の中にどんな人がいたって幻想が見えてたとしても、語りかける誰かがいなきゃ感じてしまう。潮が
この歌の後にこのテンションはだるいかもね、皆さん。ありがとうございました。やば、えぐ、ありがとうございました皆さん。優しいねみんな、ほんと。あの全然ありがとうございます、みんな優しくね、ほんと優しいねみんな、ありがとうございます。歌唱力決定戦いけるんじゃない、いや無理ですよ。ありがとうございます、心に響く声ですね、ありがとう。98点かな、98点はないな、多分80点ぐらいですね、言っても。ありがとうございます、5億点差し上げます。差し上げられました、ありがとうございます。嬉しいございますね、ありがとうございます、そんな優しい言葉かけてくれてみんなありがとうね。まあもう緊張する、カラオケ配信って本当に緊張するんだよね。根本的にひーちゃんは歌うまいと思うよ、ありがとう、本当ありがとうございます。3期生歌担当ありがとうって、あおめでとうって全然だよ、全然あの歌担当ではございません。みんなうまいからね。福山ミニライブ前にソーが聴けてよかった、あーありがとう、確かにそう、久々に歌った気がします。あのでも緊張してちゃんと歌えなかった、悲しいん。てやさんありがとう、パチパチありがとうね、ひーちゃんの歌声最高だよ、ありがとう、最高って言ってくるのみんなだけだよ、本当ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。いや緊張する、このさショールームのカラオケってさ結構緊張するんですよ、多分緊張伝わってたと思うんだけど。モリシーさんうまーって、ありがとう。っていうはおデートグループ1の池田さんいるし、素晴らしいグループね、すごいよねマジで、マジすごいと思います。私もたくさんたくさん上手くなりたい。でもさ歌ってさどうやって歌うんだろう、上手くなるんだろうって思うね。ちょーちゃんソロコンの横でひーちゃんソロコンやって、やばすぎ、それはやばすぎです、えぐいです、それはやばちいですね。わー緊張したー、マジで2回も優勝ってすごいね、いや本当に2回も優勝とかマジすごい、すごいでしかない本当に、すごすぎる本当に、やばいなー。いやー本当に私もそんななりたい、まあ無理だけど、歌はね、歌うまいわけじゃないけど歌うのは好きなんですよ。マジこの僕はこの海を眺めているわ、完璧に歌えるまで練習しとくね、マジで。緊張したな。みちゃんさんもう殿堂入りでいいと思うね、いやもう殿堂入りぐらいすごいよね。48グループ48グループのダンス一番のみちさんもいるし、素晴らしいグループ、あダンス1なんですか、みちさんすごっ、おさきちゃんの声めっちゃ好きよ、タイプ、ありがとう、ぴょんさん嬉しい、ありがとうございます、嬉しいございます、声が好きだと言ってくれて嬉しい。私前ね、私自分の声好きじゃなかったので、みんなそんな言ってくれるからありがとう。いやー君とめくり合って僕は楽になった。親方さんこんばんは、こんばんは。
普通に息を吸って普通に吐いている耳とめくり合って僕は耳とめくり合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。響きの声は心に響く。嬉しい。響きの声は心に響く。心に響く。響く響く。テンションおかしくなってきた。てててててて。うんうん。デートグループでダンスコンテストみたいなって。すごっ。やばいね。やば。やばいね。さあ。すごいみちさん本当にお顔がお顔がね大好きなんですよね。ありがとうございます。たたたたた。ん？自分の心に響く3期生探してます。私じゃないですかねきっと。きっと私だと思います。キャッチフレーズみたいだね。確かに確かに。響きの心ん響きの声は心に響く。確かにキャッチフレーズいいんじゃないそれは。いつもここに来て。ふとうちの声ね。瀬戸内はあの広めで歌ったんですけど、やばかったマジで。うん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 、いいねってね。いいよね。瀬戸内の子歌ったな。いつもここに来て君と語った夢は。瀬戸内猫さん、うさぎ送ってきた。うさぎ小一の大さん、こんばんは。瀬戸内の声はな、しがない。なになに、は、な、な、しが聞かない。ん、どんどん思いつく歌う曲歌っていけば。やばすぎ。あの瀬戸内の声歌ったら終わろうかな。 20% って言われた。夜公演も行こうとしたけど開演時間ん開演時間何々してたのはいい思い出。どういうこと。公演時間何々してた。あ、勘違いしちゃってたの。あーらあら、そうだったのね。いや、私夜公演の方が自分的にはうまくいきましたよ。夜公演の方がね、あの自分的には良かったかな。友達に口ふさがれたことある？ない。ふさがれることある？しおりさん、お星様ありがとうございます。ふさがれることあんの？お水飲ましてください。どんなジャンルの歌も歌えるの？ラップとか演歌とか。いや、結構むずくない？それはラップとか演歌とか難しいよ。難しい。私は歌えないな。難
難しい。ラップ歌えないこともないけど難しいよねラップって。ゆうきさんこんばんは。今日は一番響きの配信見てるのはここだけの話、嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。水飲む姿も可愛いよって映ってた？映ってなかったよね。なーちゃんがひーちゃんやかなーちゃんみたいにたくさん話せる子羨ましいって。そうなん？たくさん、そうですね、どちらかというとたくさん話す方ではございますね。でもあんまり話せない子もさ、そういうのがさ特徴だったりもするじゃん。そういうのがいいって方もさいるしさ。水飲んだからバナナとゆで卵はなしかな。なしだね。なんかもうお腹すかなくなってきたそろそろ。今日は我慢できそうな気がしてきたよ。それぞれ長所があってそれを見つけるのがファンなんですよね。でね、そう、逆にあのなんだろう、ね、静かの子が好きだったりとかさ、なん、喋る子が好きだったりっていろんな方がいるからね。浜子さんペンライトありがとうございます。皆さん歌歌ってる時たくさん送ってくれてありがとうございます。確かにね、好みあるけどね、好みがねあるもんね。ちくわドーナツさんこんばんは、こんばんは、こんばんは。そう、でも私はさめっちゃ喋っちゃうタイプだからさ、ゆなちゃんの癒し系のところもいい。そうだよ、そうそう、だからね、いろんな感じだよね。人間さ、みんなさ同じだったら面白くないじゃんね。ね、シティユー全員見てて、今日はひーちゃん、今日は一番響き見てるのに理由があるかもね。嬉しい、そんな、ありがとうございます。っていうの中で一番長く見てくれてるのね、ありがとう、嬉しい。浜子さんお花ありがとうございます。じゃあそろそろ時間になっちゃうから、なんか瀬戸内の声でも歌って終わろうかなと思いますが、どうですか、歌わなくていいですか？イヤホンついてるから歌おうかなと思ったけど、ショールーム配信っていう観点で話せる子が有利かも。ああ、まあ確かに、まあどっちかっていうとね。でもお顔が見たいだけの時もあるじゃん。聞きたいで歌おう、ぜひお願いしますってことで歌おうかな。ちゃんと歌えるか微妙ですけど。バオバブさん歌ってって歌おうかな、なんて、じゃあ歌おうかなと思います。じゃあお水を含ませていただきます。アルタビーボーは歌わないよ。瀬戸内を歌います。瀬戸内の声しんみりしちゃうけど最後のでしんみりします。あれ、瀬戸内どこだ、国歌、確かに国歌っぽい。じゃあ歌いますね皆さん。歌わせていただきます。見て、またな、みんなおやすみなさい、バイバーイ、じゃあね、ちゃんちゃん頑張ってください、ありがとう。